悟空と名乗りました。つまり敵は孫悟空と名乗り、こいつと同じ顔をしているというのか。はい。第七宇宙の地球にやってきたある者が時の指輪を身につけていたのです。しかもそのものは海王神ではなかったのです。諦めるな、必ず手はある。許さ。じゃあオラから行くぞ。裁きの時を待つがよい。